敗北直後の振る舞いが脚光を浴びている、現地3月10日から熱戦の火蓋が切られた卓球シンガポールスマッシュ、女子シングルス1回戦でいきなり日本人対決が実現し、パリ五輪のシングルス代表に内定している平野美宇、世界ランク18位が早田ひな、同5位、お3対0のストレートで撃破、2回戦に駒を進めた。動画、平野美宇が3回戦進出。相手は 黄金世代、の伊藤美誠国際大会での両者の対戦成績は7勝7敗と全くの5分。序盤から行き詰まるハイレベルなラリーが繰り広げられた。まず先制したのは平野。得意のバックハンドで強気に攻めると、早田のリズムを崩して第一ゲームをダッシュ。続く第二ゲームはフォアで攻めた早田が終盤までリードするも、平野がロングサーブをしっかり狙い撃ち。 デュースまでもつれ込む熱戦に。最後は平野のボールがネットインする月も味方し、13から11で練習した。第3ゲームは全日本女王の早田が点数を重ねるも、大手をかけた平野がすぐに点差を詰めて、中盤に5連続ポイントを上げて逆転に成功。崖っぷちの早田はチキータなどで応戦するが勢いを止めることができず、 最後は平野が強打を浴びせて勝利。パリ五輪代表対決は平野に軍配が上がった。